うん、それが最速か、新しいニューバージョン。そうだよ、お姉ちゃんに教えてもらったんだよ。うん、リクエないんちゃうな。はい、よしよしよし、リクエな、賢いね、賢いよ。いつさとさん見てるの？チケット、野球のチケット売り出すよ。会見、葵ちゃんがいつさとさんに出てるで、かわいいで。一二四似てるやろ。ね、それな、それな、保護犬か？うん、へえ、だからあれやと思う。会見の子は保護犬なん？会見いっぱい保護されたって、うん、コメントにやって。ああ、そうだったら引き取ってあげたらいいんじゃないの？そんなん、血統書なんかどうでもいいんでしょ、うん、そんなんな、そんな書類だけのことやもん。これ東京都、これ男の子みたい。これメスです、うん、誰かいい人に引き取ってもらおう。この子は、この子もメスや。いや、でもな、もうあれやで、お届け地域が大阪はないからあかんで。げっ、どこ、関東方面だけ？うん。いや、それはちょっとチャンスを少なくするよな。日本全国どこでもって言う方がいいんじゃないの？別に北米でもいいんじゃない？北米人気あるでしょ、会見。別にいいんじゃない？それで、はい、輸送料持ちますよって言ったらな。心配なんじゃん。うん。ね。まあ私らみたいに YouTube やってたらそれ見てもうたらな。すごい状態わかるけど。なんか問題あったら遠くまで行かなあかんやろ。びっくりした。急に出てきた。びっくりした。おやつが急に出てきた。ごめんごめん。うん、会見今3匹出てるな。あ、そう、保護犬、うん、飼いの、うん、2ヶ月、1ヶ月。ああ、
そう、それ全部あれ関東方面、うん、うわ関西まで5年だ、うん、いやちょっと寝たか会見が欲しいと思ってる人、うん、もう会見欲しい言うたってこっち関西だからな関東方面出ないとダメなんでしょそれ、うん、じゃあ関東方面におって会見が欲しい人、うん、あ YouTube でやったんどこでもビデオ撮って言ってるやん、うん、いつさとさんですウェブサイトあいつでも里親募集中っていうウェブサイトに載っていますそっかあれ、まあ、か聞いたどうしただとしたら会見が欲しい人会見がさ会見が欲しい人にとってはもう狙ってもないチャンスだねそれ、うん、だから言ってるやん、うん、それ何引き取りするのにいくらいるのいえそんないらんといらんの保護犬やんあ保護犬だからじゃあ葵ちゃんなんぼか見たのか、うんかしわし動物愛護ふれあいセンターにいます。5歳、あ、ちゃうわ。10歳以下は5万円。うん。うん。10歳以下5万円。あ、そう。年取った方が安いんやな。いっちゃんってどうやったっけな。いっちゃんは5万円、6万円が5万円になったんや。そんなな、ね、もうそんな話聞きたくないよな。いや、あの別にお父さんは言うてへんで、もう一声なんて言ってないで。でもな、それなんでか言うたら予防接種打ってなかったんよ、その時まだ。だからもう向こうさんから、あ、じゃあもう5万円でいいですよと言ってくれて。会見みたいなの出てるハグっていうサイト。うん。会見とは書いてないわ。もうこれ最後やね、いっちゃん。これが最後ですね、いっちゃん。なあ、ダイエットしてんのにさ、これが最後です。え？これ最後よ。これ最後です。このお肉、おやつが最後。はい、もう蓋閉めるよ。ね。はい、おやつ、はい、終わり。もうこいきよ。はっきりしとる。わかりやすいな。いっちゃん、わかりやすい。同胞の仲間を助ける手伝いをしようや。会見情報だって。水飲んではるわ、もう。私あの会見変えるとは思わへん、自分では。いち今お利口さんやけど、お父さんにしつけてもうて、しつけたらもらう。なんだそれ、何のよ。いち、それまでいち借りとこかな。だってさ、